結構多数の人たちは船があんまり流されなかったんで、はい、結構残ってたんで、うん、結構わりかし早めに皆さん漁をし始めて、でまあ結構豊漁というか、うん、まあ大きく皆さんやってるところはなかったんで、うん、豊漁で、まあ今年も結構魚を結構取れてるみたいで、ね、海の様子はそんなに。そうですね、逆になんか海の、うん、そこはなんかこう現れたじゃないですけど、うんうん、結構綺麗になったみたいで、魚は多いっていう話をよく地元の漁師さんは言っています、うん、はい。まあ、ただ怖いのはやっぱり放射能の、そこがちょっとやっぱり皆さん不安なところなのかなと思いますね。私とあと私の友人が一人来てるのと、うんうん、あと一番島で若い、うん、彼はいくつなのかな、26歳、うん、27歳になるのかな、が一番若いですかね、うん、一番若い、若者というか、まあ、そこで32になるんですけど、32になったんですけど、一番多いのは75、6歳前後の方が多くて、その次に若い方っていうと、ちょっと間隔が空いて60代が1人、であとは50代でちょっと固まってるっていう感じなんで、やっぱその70代の人たち、今やってる人たちは結構大半を占めるというか、形になるんで、一番コンビニがなかったりするっていうのが一番大変ですかね、現代人としてね、それやっぱり食べたい時に、食べたいというか必要なものが揃わないっていうのがやっぱりあるんで、それが一番辛かったですかね、慣れるまでというか。半年ぐらいですか、慣れるって。そうですね、半年ぐらいでは、まあ慣れるというか諦めるというかあれですけれど、お嫁さんプロジェクトとか、あ、それはまだ透明で、猫好きのお嫁さんなら、まあ、そうすれば、まあ、まあ望みはあるかもしれないですけれど、まあ、仕事を、まあ、逆に我々もこう作っていかないといけないというか、何て言うんですかね、仕事をこうもらう、今仕事を与えてもらってる側なんで、まあ、逆にそうやって別に仕事を作っていきながら、誰が来てもこう仕事をやってもらえるような環境は作っていきたいなと思うんですけど、ね、まあ、今は自分元には精一杯かなというのがまあ正直なところではあります、ね、